どうも、ウェダックスです。バイオハザード7、VR 版、PSVR 版ですね。体験できるようになったんで、やってみたいと思います。かなり怖いんで、あと、あまり体験版とかやってないので、ほぼ初見です。なので、ちょっと操作等で戸惑う部分もあると思います。はい。館から逃げろ。で基本的にね、せっかく VR なんで今立ってプレイしてるんですが、歩くやつらを石で叩き殺す、はい、で、多分方向キーとかでもこう顔を向けたりできると思うんですけど、せっかくなんで自分自身がその方向を向いて歩いて、よりなんていうんですかね、本当にこの館を歩いてる感じでプレイしようと思います。はい。では早速ちょっと歩き回ってみますね。周りが、画面の周りが、おお、画面の周りが黒いので、思ったより酔わないですね。けど早く動いた気持ち悪くな。ヒューズが抜けている。けどすごいグラフィックが綺麗ですね。 PSVR も本気を出せばここまでもう十分綺麗ですよね。今足音が扉の向こうから止まった。とりあえずこの部屋を出てみます。ドアを開ける。おお、手が出てきた。あ、手がありますね。おお、怖え。どっち行くんかな。とりあえず一番近い扉に入ってみますね。何これ。水の音がします。とりあえずこの部屋に。ああ、アイテムはけど探しやすいですね。こう見回すだけで出てくる。これ今ここがついたので、あ、水が流れない。何か差し込めそうだ。もうこう見回すだけでね、お、これは探索は楽かもしれないですね。すげえ細かいとこまでグラフィックが描かれてます。なんやろか、すごい。本当にこれこそゲームの中に入るということなんでしょう。うわ、何、自転車と、とりあえず血だらけ。上からは水。でっかいシャワーやな。とりあえずこんなもんか。歩くスピードは今ゆっくり歩いてますね。基本的に怖いのと酔わないように。けど全然今のところ酔わないですね。これとかも綺麗にすごいな。新聞ね。ああ、これ探索楽や。
私の手帳。基本的にこういうゲームが一番 VR は合ってると思うんですけど、基本的にバイオハザードのね、このパズル的要素はあんまり正直あんまり好きになれない。リアリティをもうちょっと欲しいですね。めちゃめちゃ怖い。もう今もう矢印出たんで、ここに何かあるっていうのが分かる。あ、何もないんか。鍵がかかっている。あ、戻んのか。自分がどっち向いてるのか分からんくなってきてるけども、戻ります。ちょっと早めに動いてみるか。さっき覗いたシャワーですよね。ぐるっと、ちょっと、扉が近いな。じゃあ逆方向に向かいます。これは何なの？鏡。おっと、わら人形みたいなのが。うわ、これも綺麗に作られてる。自分の見てる方がライトが当たってる感じ。うわ、これ綺麗な。うん、割と酔わないですね。本当にバイオの世界にいるという。人形の指。どっち向いてた自分。何これは。カラス？よくわからない。ハエが飛んでる。これね、絵とかがいちいち綺麗ですね。うわ、何これ。牛。ハエがいっぱい飛んで。チェーンカッター。おお、どうやって上から落ちてきたの。開かない。戻ります。何これ。チェーンカッターでさっきの扉が開くのかな。
ビデオテープ。とりあえず、思ったよりけど明るい室内は。2階に行くべきなのか。とりあえずビデオをゲットしたので部屋に戻ってビデオを見ます。声が聞こえる。うわ、声。最初の部屋。ビデオ。おお、びっくりした。おお、びっくりした。あ、ここに行こう。するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ。手間するなよ。あまりの二の舞はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年の前の話だろ。アテレコはしない。この奴、認めないぞ。またかよ。いつでもお前をクビにできるんだぞ。確認だ。屋敷内を一通り移して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵のスーパーゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ。最高だ。待ってるか。よし、行くぞ。ちょっとどいて。しまった。雑。先どうぞ。で、なんでボロ屋なんかに。資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ。別に。今度のシナリオは。廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い。お決まりさ。この家はいつから廃墟だって。3年前だ。倉吉、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。つまり、田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない、ベイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻。静かに暮らしてたようだけど。息子のルーカスは悪い噂が多い。不良だったらしいな。なんだよ。いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな。何を踏んだ。病気になっちまう。けどまあ、いい背景が取れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ、クランシー、アンドレ見たか？どこ行った？ったく、何考えてんだ、あの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。ちゃんとついてこい。ですね、これで15分経過したみたいなんで、一旦というか、とりあえずこれでやります。もうね、怖い。すごい。とりあえずこれにて。
します。終了します。一切言わなかったですね。移動がゆっくりにされてるのと、周りが暗いっていうので、VR でも酔わなくプレイできるというようになってる感じですね。はい。すごいですね。ぜひ皆さんも体験してみてください。はい。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。